1952年に作曲された構造 I と1961年に作曲された構造 I はフランスの作曲家ピエール・ブーレーズによって作曲された2台のピアノのための作品である。構造 I はブーレーズがオーケストラ作品ポリフォニー X を完成させた1951年初頭に着手し1952年に完成した構造 I の2つの 章のうち、第1章は1956年に作曲されたが、第2章が書かれたのは1961年である。第2章には、3組の可変要素が含まれており、これらをアレンジして演奏版を作ることになっている。1957年3月、ロンドンのウィグモアホールで、作曲家とイボンヌ・ロリオによって、構造2の部分的な初演が行われた。ブルーレズが、 演奏家としてイギリスに来たのはこれが初めてだった。1961年10月21日の土曜日、ドナウエッスンゲン音楽祭の室内楽コンサートで同じ演奏家が第2章の2つの異なるバージョンを含む構造2の全曲を初演した。構造愛はブーレーズの作品の中でも最も成功した作品であり、音程だけではなく、 曲の構成に関わる多くのパラメータを音列的な原理で支配するトータルセリエリスムの手法を用いた作品である。ブーレーズは12のダイナミックレベル、12のデュレーション、10のアタックモードの音階を考案し、それぞれを12音の列に見立てて使用している。作曲者はこの作品の目的をこう語っている。私は図形やフレーズ、展開や形態などありきたりのものを 自分の思いの中から絶対に消し去りたいと思いました。そして、徐々に、要素から要素へと、作曲プロセスの様々な段階を取り戻し、完全に新しい合成が生まれるようにしたかったのです。客中、ありがとうございます。